安子イタリアで金髪くっきりメイク美人化24時間マラソンスケ姿にはかわいそうの声も七変化魅力お笑い芸人安子25が9月11日放送のバラエティ番組世界長グルメ日本テレビ系夜9時からに出演する予告ではイタリアを舞台にローマ3日間癒しのご褒美旅を楽しむ内容であること 現地で安子が大胆にイメチェンした様子が紹介されており、放送前から話題沸騰となっている。予告は番組公式 X、旧ツイッターでも紹介されていますが、安子さんがとても美しく、キュートになっているんです。金髪に染めて、濃いめのアイシャドウとリップで目鼻立ちもくっきり。その姿でサイドカーに乗って、コロッセオ観光を楽しんだオフショットも紹介されています。 女性誌編集者。金髪メイクで美人化した安子の姿には、イメチェンすぎる。誰金髪の安子さん、めっちゃレアかも。ローマの休日、いや、お仕事だってばよ。といった声が多く寄せられている。撮影は8月中旬だと見られています。安子さんは、昨年は300連勤だったと公言する超売れっ子で、 今年も大忙しですよね。最近はフワちゃん、年齢非公表の不適切投稿に巻き込まれたトラブルや、24時間テレビでのチャリティーマラソンなど、とにかく大変な出来事も続いていましたよね。全同。ヤ子は、8月4日にフワちゃんが X、旧ツッター、でヤ子に対する暴言を投稿をした騒動に巻き込まれるトラブルがあった。ヤスサイドは完全な被害者だが、 ふわちゃんからの謝罪など、多くの対応に追われて大変だったという。また、8月31日、9月1日放送の大型特番、24時間テレビ47位は地球を救うのか日本テレビ系では、安子がチャリティーランナーとして出演。台風接近による悪天候や不審者の乱入など多くのアクシデントもあったが、81キロ、 本人団を走り抜けた。番組企画とはいえ、ローマ旅は多忙を極める安子さんにとって、まさにご褒美料だったのではないでしょうか。また、今回の金髪姿が話題ですが、安子さんの人気の一つにはルックス面の魅力もあると考えられます。常ににこやかな笑顔は愛らしくて、嫌いな人はいないであろうキュートさですよね。 そして今回に限らずイメチェンをすると驚くような大変身を遂げ、いつも話題をさらいます。どう安子の七変化ぶり。例えば、4月10日のバラエティ番組、筋トレゴールデンスペシャル。日本テレビ系では、安子がブリーチに初挑戦し、春を意識したピンク髪を披露。韓国アイドルのような姿に変身し、話題沸騰となった。また、 安子は X でも雰囲気をガラリと変えたイメチェン写真が話題になることも多い。8月13日には茶髪のセミロングにファーベストを合わせ赤リップをつけた大人っぽい一枚を投稿。セレブみたいマレマダムと注目を集めた。少し前の話では自衛隊に入隊しなかった世界戦の安子と題して、 21年12月と22年8月にイメチェン写真を投稿している。前者は緩やかに巻かれた髪とフェミニンなメイクをしたヤスコ、後者は前髪を下ろし、ピアスをつけて微笑みむヤスコの横顔の写真だった。24時間テレビでのマラソンでは、良くない意味でヤスコさんの見た目が話題になってしまいましたよね。ヤスコさんは放送1日目の夜から、 白い T シャツにハーフパンツ姿で走っていましたが、雨のせいでずぶ濡れになり、インナーが透けて見える状態になってしまった。二日目の昼には別の T シャツに変えましたが、それも白い T シャツだったため汗でや貼り透けてしまった。その結果、日テレには、年頃の女の子にこんな透けてる格好はかわいそう。番組側の配慮が感じられない。 など多くの批判が寄せられる事態になってしまいましたね。前出の女性誌編集者。24時間テレビの伝統である黄色のチャリ T シャツなど、番組は安子にインナーが透けにくい濃い色のシャツを着させるべきだったのでは、という指摘もあった。24時間テレビの件はともかく、安子さんがルックス面でも人を引きつける魅力があるのは間違いない。最近では、 巻き屋3月後、集英社、1月22日発売や、昨年の、キャンキャン2月後、小学館、23年12月22日発売、でメイクアップ姿を披露するなど、そういった方面の仕事増えています。いつもは自衛隊服と73分家のヘアスタイルだけど、たまにガラリと違う美しい顔を見せる、今後は、そうした面もよりクローズアップされていきそうですね。全同。 見ている人を元気にさせる笑顔の持ち主安子。花々しい活躍の日々で、さらに垢抜けていくのかも。予告に安子が登場するのは22秒から。激変以外では、黒髪のままソフトクリームを楽しむ姿も見せている。